の中でリモートワークで、まあ、お客さんの働き方が変わってきてますので、まあ、独立会計士がする、まあ、コンサル業務についても変わってきて。関西公認会計士チャンネル。関西公認会計士チャンネルの木村です。本日のテーマは、独立会計士の仕事事例というテーマでお話していきたいと思います。まずですね、このテーマ、なぜ選んだのかというところですけれども、ある会計士 YouTuber の方がですね、その受験時代に会計士の仕事を探そうとしてたんですけれども、まあ、全然どこ見ても具体的な仕事の内容について、まあ、発信しているようなものがなかったというふうに言ってましたので、まあ、それでしたらちょうど直近での仕事事例をまあ紹介するのはいいのかなというふうに思ったのと、あとですね、今回取り組んだ仕事の中身でですね、最近のコロナ禍における会社のですね、悩みというのをよく理解できましたので、その悩みは何なのかというのをですね、情報提供したいなというふうに思います。今日お話しする内容はですね、5つありまして、まず1つ目がですね、仕事事例の概要。で、2つ目が仕事を受けた経緯。で、3つ目に具体的に何をしたのか。で、4つ目が何を期待されていたのか。5つ目にまとめて終わりたいと思います。で、まず1つ目のですね、仕事事例の概要なんですけれども、何をしたのかと言いますと、いわゆるですね、コンサル業務になりまして、私はですね、社内のプロジェクトの事務局をですね、サポートしたという仕事の内容になります。で、プロジェクトの中身は何なのかというところなんですけれども、これはですね、社内でゼロトラストと呼ばれるものを推進するプロジェクトが立ち上がりましたので、事務局としてですね、そのプロジェクトを支援することになりました。このゼロトラストという概念ですね、初めてお聞きした方も多いと思いますので、簡単にですね、紹介したいと思いますけれども、ゼロトラストというのはですね、何も信じずにチェックする、管理、監督するという概念になります。セキュリティの概念になりまして、この対極にあるのがですね、境界型モデルと呼ばれるものになります。で、境界型モデルとは何なのかというところなんですけれども、これですね、ファイアウォールを設けてですね、その中が安全で、外が危険で、その外の危険に対してですね、中をファイアウォール、壁によって守るというのがですね、境界型モデルになりまして、その対極にあるのがですね、このゼロトラストという概念になります。で、このゼロトラストが生まれた背景なんですけれども、結局ですね、境界型モデルがですね、うまくいかなかったのでゼロトラストという概念が生まれてきたという背景になります。で、具体的にはですね、この壁を設けても結局ですね、その壁は破られて内部にですね、侵入されるような、いろんなですね、そういうセキュリティの事故が起こったというのと、あとですね、その内部の権限がですね、悪用されて、結果ですね、被害が大きくなったと。具体的には企業の技術情報が流出したり、あと大量の個人情報が漏洩するようなことが過去からずっと数年にわたって起こってきたので、それに対応する概念としてゼロトラストという概念が誕生したという背景になります。中身はですね、この場ではあんまり細かく喋らないですけれども、ポイントはですね、なぜ今なのか、なぜ今このゼロトラストというのが流行っているのかというのがですね、大事なところかなというふうに思ってます。じゃあなぜ今なのかというところなんですけれども、それはですね、在宅ワークによってセキュリティの対応がですね、だいぶ変わってきたというのが背景としてあります。前はですね、社員はですね、出社をして、特定の建物の中で専用の端末を使って、そこでですね、社内のネットワークを使って仕事をしてきたんですけれども、この在宅ワークによってですね、働き方が変わって、自宅で仕事をするようになって、それでですね、そのクラウドと呼ばれるツールが使われたり、あるいはですね、自物の端末がですね、使われるようになってきて、この境界の概念がですね、曖昧になってきた。あるいは複雑になってきたというところで、今ゼロトラストという概念がですね、流行って、セキュリティのところではよく使われているというところになります。で、次ですね、2つ目、仕事を受けた経緯なんですけれども、ここはですね、あまり細かくは喋れないんですけれども、もともとですね、東京の上場会社の方とですね、つながりがあってですね、
で、まあ、それでお仕事をいただいたというところと、あとそのご担当の方がですね、いろいろプロジェクトを掛け持ちしてて、まあ、忙しかったので、まあ、手伝ってほしいというところで、まあ、受けた案件になります。じゃあですね、私は具体的に何をしたのかというところになりますけれども、まずですね、まあ、このゼロトラストのですね、まあ、プロジェクトが立ち上がったんですけれども、まあ、ご担当の方、まあ、私も含めてなんですけれども、まあ、そもそもどういうものなのか知らないところから始まりましたので、まずゼロトラストは何なのかというのを調べたり、あるいはですね、まあ、企業の中で今どういうふうに使われているのかという、まあ、事例を調査したりしました。あとはですね、施策の立案ですね、プロジェクトとして何をするのかというところで、まあ、社内に、まあ、どこに、まあ、課題があって、で、ゼロトラストの観点で、まあ、どういうことをしないといけないのかというのをですね、まあ、いろいろそのご担当の方と、まあ、お話しして、まあ、方向性を考えたり、あとは具体的な施策について一緒に、まあ、会議をに出たりとか、まあ、そういうことをしました。この仕事でですね、まあ、4つ目なんですけれども、何を期待されていたのかというところで、当初仕事が始まる時にですね、施策の立案のところで内部統制の観点で施策について、まあ、案出し、まあ、知見が欲しいと言われまして、まあ、それがですね、期待されていたところになります。内部統制についてはですね、まあ、社内の不正をですね、まあ、どうチェックするのかという、まあ、基本的な考え方、基本的なやり方がありますので、まあ、それをですね、プロジェクトの方に、まあ、活かせるんじゃないのかなというふうにですね、まあ、おそらくクライアントはですね、思われたのかなというふうに思っています。5番目、まとめになりますけれども、まあ、今日ですね、まあ、何を言いたかったのかというところなんですけれども、大きく2つありまして、まあ、1つはですね、受験生の方ですね、あの、監査論で出てくる内部統制ですね、まあ、これ、あの、監査の実務だけではなくてですね、まあ、こういった、まあ、リスク管理のコンサルにもですね、場合によってはですね、使えたりしますので、まあ、しっかりと中身について学んでいただくのは、まあ、よりいいんじゃないのかなと、まあ、将来にも使えますという話と、2つ目がですね、会計士向けで、まあ、あんまり、まあ、再現性はないですけれども、まあ、一応事例というのを、まあ、紹介させていただきました。で、まあ、この案件ですね、あのフルリモートになりまして、あの東京にはですね1回も出張行ってなくて、全部あのウェブ会議等でやった案件になります。ですので、まあ、コロナ禍でリモートワークで、まあ、お客さんの働き方が変わってきてますので、まあ、独立会計士がする、まあ、コンサル業務についても変わってきてるし、あと、まあ、東京もあのマーケットとして、まあ、十分取れるところなのかなというふうに思いましたので、まあ、それで、まあ、こういう案件もありますよというところの、まあ、事例でですね、紹介させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今日の内容が良かったなというふうに思っていただいた方はですね、いいねボタンを押していただきますと、幸いです。それでは以上になります。ありがとうございました。これいくらぐらいの仕事だったんですか。あ、これね、あの3桁万円です。